五瀬五郎丸は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。蘇我兄弟の仇討ち事件で源の頼朝の危機を救ったとして知られる。歌舞伎では五瀬五郎像の名で知られる。意味名は重宗であり、五郎丸は通称である。五所五郎丸とも表記する。変革規範によれば、五郎丸は英番系に平安系に生まれた。非英山近辺に住んでいたが、 十六歳の時に、師匠のあだを討って、京都を離れ、一条忠頼を頼って、甲斐の国余り省に住んでいた。元略元年に、忠頼が頼朝に討たれたのを機に、頼朝の家臣になった。研究四年五月、源頼朝に禁じしていた、五郎丸は、頼朝主催の富士の巻狩りに参加する。同年五月二十八日、富士の巻狩り最後の夜に、 蘇我兄弟は、工藤助常を殺害する。この後、兄の蘇我助成は駆けつけた、助常の部下の新田忠常に撃たれるが、弟の蘇我時宗は、頼朝の御前を目指して、向かってきた武士たちをことごとく倒して、頼朝の宿所に押し入った。しかし、頼朝の宿所の中にいた、五郎丸は、時宗の身を一人で取り押さえ、頼朝の危機を救った。五世五郎丸と、 源の頼朝五郎丸は優れた荒馬乗りをこなす荒武者で七十五人力の猛者であったという。十番切れの言葉書きは十八歳になりけるが八十五人が力なりと五郎丸のことを述べている。蘇我五郎を捕らえる五世五郎丸、蘇我物語には五郎丸が腹巻きの上に女物の薄着をかぶって女装して時胸を油断させたと書かれている。 これは、武士道に反したとされ、五郎丸は、鎌倉を追放され、開国や五島に流されたと伝えられている。しかし、鎌倉時代の、東鏡や、初期の、曽我物語には女装のことは書かれていないため、後世の客色である、可能性が高い。五社の五郎丸五世子の本性は、藤原鎌足を外する、藤原姓であり、 後世五郎丸の先祖は、尾張国の厚田神宮の大官として、厚田宮の御所に住んでいたことから御所と称した。武前国宇佐軍の名族は、後世五郎丸の子孫であり、建築七年に五郎丸と同じく、源頼朝の御家人であった武前、文後両国史語県鎮税奉行となった大友義直と共に、九州に下った。その後、厚田神宮の総奉行、 創建業などの職を報じた。徳川時代には、一字後の字を御書と改めた。五郎丸の子孫は、森部宿根が代々司った小六位大内人の職を継ぎ、兼務元年には、御書五郎丸の二代目である西朱、旗や大部、下吉二年には、森部五郎丸がある。文明二年には、主部ほとみが御一所非職に補えされた。森部宿根は、 首長元年から明治4年まで、約1200年にわたり初代の渋谷戸いよいよ、孫田により、備前主、森部清信まで24代に及び、厚田神宮の大内陣を奉じた。神奈川県鎌倉市、腰越,越の御所が丘にある、五世五郎丸公園には、五郎丸の館があったと伝える、伝五世五郎丸屋敷跡があり、石碑と屋敷の庭石と伝える、大きな石がいくつか残っている。 五所が、丘の地名は、五郎丸の屋敷があったことに由来する。道所越越五所には、御所田抜公園もある。神奈川県横浜市五所山町には、五瀬五郎丸のお墓があり、地元の五所山町会に守られている。五所山地区は、五郎丸が居住していたと伝わる。お墓の祠らは、町の人80名で1年かけて作った。山梨県南アルプス市八五島には、 鎌倉御所五郎丸の墓がある。お墓の前には観音堂があり、五世五郎丸の肌守りと伝える観音菩薩座像が祀られている。地元の人々は毎年8月末に五郎丸の慰霊祭を行っている。五世五郎丸は農や歌舞伎の蘇我物で蘇我兄弟のあだうちに欠かせない脇役として登場する。五世五郎丸は浮世絵の画題の一つである。以下は 五瀬五郎丸が描かれた浮世絵である。AB、五瀬五郎丸の墓2020年11月28日、テレビ東京、出没、アドマチュック天国、テレビ東京、2021年3月6日閲覧。変学規範京都、津大道、1821年。ABC、蘇我物語岩波古典文学体系88、岩波書店。 1966年、P362 から363、十番切れ、明星大学、江戸時代前期、上官第五段。AB、鎌倉御所五郎丸の墓。山梨県南アルプス市自然と文化が調和した幸せ創造都市。2021年3月6日閲覧。藤原氏族聖子一覧藤杖会。1991年。 P135 所上。ABC 大田寮、聖書家系大辞典、第3巻国民社、1942から1944。P415 所上、5所上。小田原市、小田原市小田原市、1998年。大田寮、聖書家系大辞典、第6巻国民社、1942から1944。 P482 から483、主部城、地の流れ津村の流れ、井上六郎、1991年、P36。鎌倉市教育委員会、鎌倉子供風土記第13版鎌倉市教育センター、2009年、P183。鎌倉市緑の基本計画鎌倉市、2011年、P196。AB、 コラム45書の五郎丸。明星大学。2021年3月7日閲覧。日本大百科全書小学館。1998年。ISBN4 から09から90万6721から1。億力11億5022万6150。歌舞伎作者の精神が透けて見える。五世五郎像の魅力に迫る。ワラクウェーブ日本文化の入り口マガジン。 2021年3月8日閲覧ありがとうございます。